容量 10ml の注射器と一辺 10mm の立方体に切ったスポンジを用意します。スポンジを注射器の中に入れます。注射器に 10ml のところまで空気を入れます。注射器の先を指で押さえ、ピストンを押したり元に戻したりした時のスポンジの様子を観察します。